撮ってるんだ。サンダー日和の山美と申します。トキオグラフの時岡と申します。はい、突然なんですけどサンダー日和動画部を始めたいと思います。始めましょう。はい、始めます。はい、はい、普段ですね、私兵庫県三田市の、まあ、いろんな情報をインターネットでウェブメディアとして発信しているようなことをやってまして、例えば地域のイベント情報であったりとか、飲食店さんの情報とか、まあ、施設の情報ですとか、あとは遊び場のなんかこんな面白いとこあるよっていう情報だとか、あとはこう地域で頑張ってらっしゃる方の活動とか紹介したりとか、まあ、三田市のことなら何でも面白く紹介してるってことをしてるんですけれども、まあ、普段はそのインターネットでブログ形式みたいな形で発信をしているんですね。情報発信のチャンネルを増やしたいなっていうふうにずっと思ってたんですけど、で今回動画を撮ろうかなと、撮っていこうかなというふうに、動画を動画を拾ったこれ今絶対動画をね、はい、撮っていこうかなというふうに思っています。でね、ずっと思ってたんですよ、この動画を撮りたいなっていうふうに。けどなかなかこうやっぱ動画って敷居が高くて、撮りたいけど撮れない、どうやって撮ったらいいんだろう、どうやって発信して動画で発信していけばいいんだろうっていう、ずっとこうなんか悶々とじゃないですけどずっと考えていて、でまあそういう時にね、普段飲み友達でもあるこちらに時岡君と、そういう話をねする機会があったんですよね、うん、ちょっとね動画やりたいんですよ、 YouTube やりたいんですよみたいな話をして、じゃあ割とあっさり、うん、あじゃあ一緒にやりましょうよみたいな、うんうんうん、そんなことになったので、まあでもあれ1年ぐらいそうやだいぶ寝かせたけどじゃあ一緒にやりましょうって言って、そっからまたやらなかったりとかして、うん、お互いね忙しかったりとかやったんですけどようやく今回指導しましたというところで、はい、動画を撮っております、はいはい、私がそうサンダー日和っていうメディアをやっている、プラスこちらの時岡君の話もね、ちょっと自己紹介じゃないですけど、はい、2年ぐらい前に独立して、もともとはブライダルのエンドロール作ったりとか映像の仕事をやってたんですけども、ちょっとサンダーでもうちょっと活動の幅を広げたいなと思って、で三田市 のご存知の方いるかもしれないんですけども、みそじ式っていう30歳の成人式っていう式典が、はい、ありまして、でそこの第2回の時に山さんと初めて、お会いして、でそこからちょこちょこ絡むようになって、で、まあ、それから結構三田のお店さん の CM 作ったりとか DV 作ったりとか、あとは、まあ、家族写真撮ったりとかっていうので、ブライダルの土日の仕事と並行して、まあ、やってたっていう、でまあもうちょっとサンダに寄り添ってというか、サンダのこう盛り上げたいっていう気持ちがずっとあったので、まあそれでちょっといいきっかけにして YouTube でサンダ日和さんとコラボレーションして、盛り上げていけたらなっていうので、今回の企画に至ったというところです。ね、はい、うん、動画メインで撮ってらっしゃる方なので、私にとって非常に心強いパートナーということで、動画がはかどりそうだなというふうに思います。さっき山さんって言ってくれたけど、呼び方、時岡君、時岡君ってさっきから言ってますけど、ちょっと他人行儀かなっていうのが。ああ、はい、そうですね。普段何でしたっけ、なんて言われてた。普段あだ名はトッキーって言われてて、トッキーでじゃあ。トッキーでじゃあ。山さんトッキー。山さんトッキーでじゃあ。はい、お送りします、うん、今後は2人でユニットを組んだっていう形でサンダ日和動画部っていうことをやっていこうと思っております。まあ、基本的にはサンダ市の
情報発信ですね、あの三田日和の延長じゃないですけど、まあ三田の面白いところ、あの普段はやっぱり写真とテキストで情報発信してるんだけれども、あのやっぱりこう動画でね、あのその場のこう雰囲気っていうか臨場感っていうのをこうちゃんと表現するっていうのはやっぱり動画が優れてると思いますので、まあ、そういうところも、ね、あの活かしながら動画も発信していければなというふうに思っているのと、やっぱりあのせっかくお互い、まあ、写真だったり動画だったりっていう世界に身を置いてますので、ね、そのサンドだけじゃなくてそういう写真の話とか動画の話とか、なんかこう僕たちならではの話もできたらなっていうふうに思ってたりとか、まあいろいろやります。あの自分自身でもまだね固まってなかったりするところあるので、だから僕一人でどっか行ったりとか、あのトッキー一人でどっか行ってもらったりとかってこともあるかもしれないので、はい、まあちょっと今後こう交互期待というところでしたいなと思います。はい、はい、でね、あの今日なんですけど、あの早速ちょっと一個行きたいところがありまして、はい、あの普段お世話になってではないんですけど、お世話になってないんですけど、あのまあ普段よく利用させてもらっているところが一つありまして、まあぜひ最初にご紹介できたらなというところがありますので、ちょっと今から二人で行っていきたいと思います。はい、今から行くところは、はい、もうこれですよ。これどれ、これ頭もうぐちゃぐちゃでしょ。めちゃくちゃやな。暑くて。いつから切ってないですか。いやけど、え？2ヶ月ぐらいじゃないですか、ね。2ヶ月。おお。いつもそれぐらいのスパンで。多分。普段1ヶ月半ぐらいのスパンかもしれないですけどね。1ヶ月半。うん、結構こまめに切ってますね。そうですね。よく伸びるんですよ。エロいんでしょうね。なんかどんどん、え、そう、え、奢ってくれるんですか。奢りません。お、じゃあなんかスポーツドリンクください。スポーツドリンク、あ、こっちでいい。あ、いいですよ。30円安い。出せ。取ってる。取ってます。めっちゃタオルかけてる。一仕事終わっておっさんみたいな。まだオープニング撮ってから3分ぐらいしか経ってない。全然目的達成されてないです。やったー、あざっす。こっちです。あ、この辺初めて来た。なんか綺麗ですね。閑静な、まあ閑静な住宅街。こんなお上品なところになんかちょっと大きく入ってらっしゃる人が、あれ、あ、ここいらっしゃいます。ここが私が普段ヘアスタイルでお世話になってるノブヘアさんです。ノブヘアさん、はい、三田市の下深田か、うんうん、向こう丘に近いフラワータウンに近いんですけど、うんうん、あのここがノアガーデンっていうところかな。へえ、はい、ありがとうございます。あ、あの、あ、なんか元手ですか。元手ます。なんかひょうきんそうな人が。もう撮ってですか。もうそんなピチッティーなんですか。ほんまね、ちょっと待ってください。はい、待ちます。入ってもらって全然いいですか。あ、どっち、はい、邪魔します。もう撮ってですか。2回目、本日2回目。撮ってますよ。結構ぶっつけですね。そうですね、何の台本もない。もう撮ってるんですか。もう撮ってますよ。こちらがノブヘアさんです。ノブヘアの松島ノブユキさんです。ノブヘアです。松島ノブヘアさんです。ノブヘアです、はいはい、はじめまして、よろしくお願いします。お願いします。顔
ターです。アフターです。なんか困ってる、困ってる。アフターです。どうすか。ヒロシです。ヒロシです。すっきりしましたよ。やった、はい、いいっすね。さっぱり、さっぱりしました。ナイスノブヘア、はい、そうですね。髪もさっぱり、気分もさっぱり。そうですね。さっき言われた。さっぱり、はい、気分爽快、うん、はい、爽快。地肌もね。そうですね、はい、確かに。まだ毛も残ってる。まあなんとかうまいことムースつけてあげたら、はい、あれですけど、まあだいぶ緩くなってきて、まあ近々またパーマも、はい、動画撮りましょう。はい、ありがとうございます。巻いてるところね。あれはあんまりおばさんっぽい。嬉しい嬉しい。ワン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 。あ、かわいい。うわ。いや。